ウィリアム・ハルゼー・ジュニア。ウィリアム・フレデリック・ハルゼー・ジュニア。ウィリアム・フレデリック・ハルゼー・ジュニア。発音。1882年10月30日から1959年8月16日は、アメリカ合衆国の海軍軍人。最終階級は元帥。1882年10月30日、アメリカ合衆国ニュージャージン州エリザベスで、父ウィリアム・フレデリック・ハルゼー・シニア。 当時海軍中尉と母アンブリュースター・ハルゼーの長男として生まる。兄弟には妹デボラがいる。父の家系は代々船乗りであった。母は父の林家の幼馴染で、祖先はピューリタンであった。ワンパクでスポーツ好きの少年時代を送り、特にアメリカンフットボールに熱中した。1897年1月、アナポリス、アメリカ海軍兵学校入学に必要な、 連邦議員の推薦を受けようと、大統領イリアム・マッキンリーに、お願いの手紙をしたためたが無視され、医務士官として海軍に入るべく、1899年に、バージニア大学医学部に入学した。しかし、母アンが、ニュージャージー州司法長官、エドガー・グリック経由で、マッキンリー大統領に出会い、アナポリスの推薦を獲得したため、大学を中退し、1900年7月7日、 アナポリスに入学した。1904年2月1日、62人中42番の成績で卒業。少位候補生として、戦艦、ミズーリに乗り組み。1905年12月、砲艦、ドンファンに乗り組み。1906年2月2日、海軍少位に任官。グレートホワイトフリート所属の戦艦、カンザスに乗り組み、12月16日に、 世界巡航に出発。南米、オセアニアフィリピンを経由し、1908年10月18日に東京湾に到着。戦艦、三笠艦上の武闘会で、東郷平八郎元帥と出会うが、日本海海戦は、日本の卑怯な奇襲攻撃、武闘会の日本人は、ニヤニヤした顔の裏でよからぬことを企んでいると、別のパーティーで東郷と出会っていたチェスターニミッツや、 レーモンド・スプルーアンスとは異なる考えを抱いていた。その後、中国、インド・フランスなどを回り、1909年2月22日、ハンプトン・ローズに帰港。2月2日、大尉に昇進、士官増強政策による二階級昇進、水来帝、デューポン帝長となった。1909年12月1日、ファング・ランディーと結婚。結婚式は、ハロルド・スターク大尉。 後の海軍作戦部長がデューポン2馬車を手配し、ハラム婿船道はトーマス・シーハート、後のアジア艦隊司令官、ハズバンド・キンメル、後の太平洋艦隊司令長官らが務め、教会に向かう街道で部下の士官が結婚更新曲を奏でた。1九1 0年二月、駆逐艦、ラムソン収益に従事し、その二ヶ月後にノーフォーク海軍交渉で見習い水平訓練所の 式を命じられる。1912年8月、駆逐艦、フラッサー艦長となる。同年、海軍次官フランクリン・ルーズベルトの、キャンポベロ島別荘への水先案内人として出向く。この時、ルーズベルトが一時送還を行っているが、的確な送還でハルゼーは尊敬の念を抱くようになり、ルーズベルトも、ハルゼーの適切な対応に好感を抱いた。 1913年、大西洋駆逐艦船隊所属の駆逐艦、ジャービス艦長に就任。この時、両艦、カッシン艦長は、アーネスト・キング・少佐だった。1914年8月、第一次世界大戦が勃発すると、アメリカ諸国沖合で、中立商会に従事していた。1915年、アナポリス訓練部勤務。1916年、少佐に昇進。 1917年、駆逐艦、段艦で1ヶ月の実習の後、戦時特例中佐に昇進し、駆逐艦、ベンハム艦長に就任。ドイツの U ボートによる被害が増加したため、駆逐艦のエキスパートとして呼び戻され、戦団護衛任務に従事した。1918年5月、駆逐艦、シャウ艦長に就任。1918年8月、 駆逐区間、ヤーナルの艦長に就任。1918年11月、終戦。1919年1月、パリコーア会議に出席する大統領、ウッドロー・ウィルソンの機関、ジョージ・ワシントンの護衛人ムズき、キトニ、ルーズベルトをドーバーからオステンドに輸送している。大戦中の功績により、海軍から十字章を授与される。1919年、 駆逐艦6隻の駆逐隊司令を兼任。1920年6月、父が心臓発作で死亡する。1921年春、ロングビーチで行われた演習では、駆逐艦6隻で戦艦4隻と交戦。アメリカンフットボールで培ったフォーメーションを応用して、縦横無尽に操り翻弄して、模擬巨三36本中22本を命中させた。しかし、 近接発射だったため、数本が燃料爆発を起こし、戦艦に150万ドルの損害を与えて、上層部から叱責された。1921年6月、中佐に昇進し、ワシントンの海軍情報局に配属される。1922年9月、ドイツにおける海軍駐在部官に任命。1924年7月、駆逐艦、デール艦長に就任。 1925年6月、駆逐艦、オズボーン艦長に就任。秋、戦艦、ワイオミング副長となるために、オズボーンを離れる際、自分の後任は、レイモンド・スプルーアンスだったので、乗組員たちに対し、真面目な態度に思い違いしないように注意し、これ以上公正で有能な艦長には巡り会えないぞと、言い含めておいた。1926年、大佐に昇進。 米西戦争での打補艦を回収した、レーナ・メルセデスの艦長に就任。在任中、航海局、人事局長ジェームズリチャードソン少将から、航空機の教育課程に興味があるかという手紙を受け取り、受験したが、視力検査で不合格になった。1930年6月、大西洋艦隊駆逐艦船,船隊司令に就任。1932年、 大日本帝国が満州に侵攻を開始すると太平洋方面に移動している。1933年海軍大学校に入学。9月に海大を卒業し陸軍大学校へ交換留学生として入学する。1934年陸大を卒業。1934年7月ペンサコラ飛行学校に入学。 1935年5月15日、パイロットの資格を得る。当時、アメリカ海軍では、パイロットの資格がなければ、航空関係の指揮官になることはできなかった。ハルゼーは、航空局長、アーネスト・キング少将から空母、サラトガの艦長職を提示され、航海局長、ウィリアム・リーヒ少将に相談し、航空に造形があったリーヒからも勧められたので、 航空オブザーバー課程という上級士官、中途教育コースを受けた。後にパイロットコースに変更。成績は悪かったが、訓練課程を一切省略せず、パラシュートを畳むなどの雑務も自分でこなし、失敗をした者に与えられる不名誉なマークも感受した。同年、サラトが艦長に就任。1936年6月6日。 ペンサコラ海軍航空基地司令官に就任。1938年3月、少々に昇進し、空母、エンタープライズ、ヨークタウンを機関とする、第二空母戦隊の司令官に就任。1939年、カリブ海で行われた演習では、航空戦闘部隊司令官キング中将の部下として、参加し、空母4隻は空襲のみで、巡洋艦軍を撃滅している。夏。 第一空母戦隊司令官に就任。1940年6月13日、中将に進級し、航空戦闘部隊司令官兼、第二空母戦隊司令官に就任。合衆国艦隊の全空母の指揮権を持った。太平洋艦隊司令長官兼、合衆国艦隊司令長官は、アナポリス同期の発売金メルであった。11月27日、アメリカが、 日米交渉を打ち切り、一週間以内に何らかの軍事行動に出るという日本の外交暗号を傍受すると、これに対応すべく、ハルゼーは第8任務部隊を率いて、ウェイク島に航空機を輸送する任務を受ける。この任務は、日本に傍受されると、日本を刺激すると判断され、11月28日に秘密裏に出港した。ハルゼーは万が一日本を刺激した際に、 どこまでやって良いのかをキンメルに尋ねたが、俺が責任を取るから、常識で判断しろと回答を得て、これまで受けたうち、最も素晴らしい命令と満足した。また、キンメルから、心配だったら、戦艦を連れていくか、と気を使われたが、とんでもない。あんなノロマ、逃げなければならない時に邪魔になるだけだからいらないと、答えている。12月6日にパールハーバーに到着予定だったが、 途中部隊が、後天に突入し、駆逐艦の一隻に亀裂が発生、到着予定を12月7日正午に変更した。真珠湾攻撃のニュースは、ホノルル西方150マイルで聞く。金メルの判断により、9時21分に、洋上の全艦船の指揮権と、空襲規模と来襲方角から、日本軍の空母は6隻で、予想非対進路は、 国政との情報を得ると、兵力の合同と策敵を行い、12月8日、日没にパールハーバーに寄港した。後に、ウェーク島の救援に向かおうとしたが、陥落の法を聞き、12月31日に、再び寄港した。12月31日、金メルの公認として、アナポリス一期下のチェスター・ニミッツが、太平洋艦隊司令長官に着任。 1942年2月中旬、第16任務部隊が編成され、ハルゼーが司令長官に任命された。フランク・フレッチャー少将が指揮する第17任務部隊と共に、日本の拠点に空襲を開始する。この空襲では、ハルゼーが立案したヒットエンドラン作戦が実施され、日本は米空母を捕捉することができなかった。ハルゼー艦隊は、まず、マーシャル諸島西部、 マーカス島を空襲し、4月には同リットル空襲を実施した。1941年5月末、皮膚病で入院。ハルゼーは、帰下にいた第五巡洋艦戦隊司令官、レイモンド・スプルーアンス少将を、航空は専門外であったが、大公式艦に推薦し、6月のミッドウェイ海戦で、スプルーアンスは勝利を収めており、ハルゼーの人物眼は確かなものであった。 6月14日、米本土バージニア州リッチモンドの病院に移送され、ついでに、思想脳狼も治療してもらい、8月5日に退院する。1942年10月18日、南太平洋方面軍司令官、コムゼパック就任。ヌーメアに到着した際に緊急電で知らされた。これまで、私に与えられたうちで最も厄介な任務だと感じたという。 全任のロバート・エル・ゴームレイ中将は消極的な指揮が目立ったため、ニミッツは参謀長、スプルーアンス少将に各基地の視察を命じており、その時ハルゼーは同行を申し出て許可されていた。司令部をゴームレイ司令部のあった旧式修理官、アーゴーンからヌーメアの陸上基地に移した。当時のニューヨーク・タイムズはファイティング提督が 南太平洋艦隊司令官に任命されたことは、攻撃作戦への移行の兆候だと報じている。南太平洋方面軍司令官着任時に、指揮官と新聞記者を集めて行った演説で、戦いに勝つためには三つのことしかないと前置きして、発言した言葉を後に標語として掲げている。後に、ハルゼーが指揮した、ツラギの基地の入り口に掲げられた標語は、キルジャップス。 キルジャップス、キルモアジャップス、ユーウルヘルプツーキルザイエローバスターズイフユードゥー、ユージョブウェル、ジャップを殺せ、ジャップを殺せ、ジャップをもっと殺せ。任務を守備よく遂行するならば、黄色い奴らを殺すことができるである。1942年10月26日、南太平洋海戦が発生。ハルゼイは、空母、ホーネットを失い、また、同海戦の被害で、 太平洋艦隊には無傷の空母がなくなったが、同海戦で損傷したエンタープライズを欧州理のみで前線投入して、第三次ソロモン海戦の11月12日夜戦において、戦艦、比エを撃沈する。この夜戦で、ハルゼーの戦力は、戦艦2隻、ワシントン、サウスダコタ、駆逐艦4隻となるが、前艦投入を決定し、戦艦、霧島を撃沈し、 ガダルカナルにおける正解権を獲得する。1942年11月18日、大将に昇進。11月30日、ルンガ沖野戦で巡洋艦に被害が出たが、1943年2月1日に日本軍はガダルカナルから撤退を開始した。ガダルカナル島攻略を終えたアメリカ軍の次の目標は日本海軍の要衝。 ラバウルのあるニューブリテン島の攻略であったが、ニューギニアイ島の南西太平洋は、陸軍のダグラス・マッカーサー省の担当で、2月20、爆撃機の着用をマッカーサーに申し入れたが断られ、23つに、私は、奴、マッカーサーと、またその他の自己宣伝をするクソったれと論争するのは、まっぴらですと語った。しかし、4月15日に、ブリズベンで、 マッカーサーと直接会談すると好印象を持ち、後に我々はあたかも永年の親友同士のように感じていた当時63歳であった彼は50代のような性感さでったと書き残している。またマッカーサーも会った瞬間から私は彼を好きになった率直で忌憚のない意見を述べる精力的な人物と述べている。1943年3月15日。 第三艦隊司令長官に就任。空母戦力を再建した第三艦隊は、スプルーアムスが指揮するときは、第五艦隊と名称が変更され、交代しながら指揮した。機関座常時、下眼区バー、艦内のアイスクリーム製造機を利用する将兵の列に並んでいた階級に関係なく、行列を作る、不分立があったときは、上艦優先といって割り込みをしようとした。 新人城二人を一括して、元の場所に戻らせた。スプルーアムスが、第五艦隊を率いて、中部太平洋のマーシャル諸島、ギルバート諸島の攻略に着手し、次の目標に、マリアナ諸島攻略を目指す海軍に対し、マッカーサーは、統合参謀本部に猛反対したが、一方で、ハルゼ勢に、私についてきてくれるなら英米連合の大艦隊の、指揮権を与えようと思う。 私は、あの、ネルソン提督がなりたいと夢見ていた人物以上に、君をしてあげられるんだがねとって説得した。しかし、キング・ニミッツ・両提督は、中部太平洋攻略をハルゼーとスプルーアンスの交代で着手する構想を持っており、マッカーサーの意図を阻止した。6月、ヌーメアを去り、イギリスより、大英帝国名誉騎士司令官勲章を授与される。 1943年8月、第3艦隊は、空母、サラトガを中心として、フレデリック・シャーマン少将の指揮下で、第38任務部隊、TF38 を編成。1943年末、ブーゲンウィル島の攻略に従事した。第3艦隊機関として、空母部隊に随伴可能な速力を持ち、航続距離に優れる艦載機を持つ、 敵機動部隊に間合いを詰めた際に敵の攻撃から司令部機能を喪失しない防御力を持つ艦艇として新 AI を和戦艦を要求。これが通り、春勢の生誕地の名を冠する二番艦、ニュージャージーが与えられた。駆逐艦三隻を伴い、1944年8月24日に新樹湾を出港、8月26日にサイパン島で艦隊指揮権を引き継ぐと、 8月28日に伊王島9月9日からはパラオ諸島を爆撃9月下旬にフィリピン沖に到着沖縄台湾を空襲し10月12日に台湾沖航空船が発生10月17日レーテ沖海戦が発生小沢寺三郎中将が指揮する第3艦隊日本の陽動作にはまり 担当海域を逸脱した、ハルゼーの艦隊を呼び戻すために、ニミッツは、Where is RPT?Where is Task Force 3 for The World Wonders? 第34任務部隊はどこにありや、どこにありや。全世界は知らんとほすという伝文を打った。悪体をついたザ、The World Wonders という一説は、本来なら無意味なものであるが、暗号文を打つ際に、意味のある語句だけだと敵に解読され、 ついので、あえて無意味な国を付け加えて、解読困難にする必要があったためである。これは、護衛空母部隊が、栗田武雄中将が指揮する、第一遊撃部隊と対峙して、救援を求めていたためであったが、ハルゼは、航空戦力を持たない、栗田艦隊になら、護衛空母部隊で対抗できると判断し、そのまま、小沢艦隊を追撃し、4隻の日本の空母を、撃沈した。 また、栗田艦隊が撤退したことで海戦に勝利する。戦闘後、ハルゼーは避難する、作戦部長、アーネスト・キング大将に対し、艦隊の主力である、敵空母部隊の撃滅を第一とするのは当然である、と生成を主張した。これは、ブル、エスラン、猛牛の突進と揶揄された。その後もフィリピンに対し空襲を実施するが、10月末より、 日本が開始した航空特攻によって空母3隻大破、航空機約90機、戦死者328人の多大損害が発生した。12月18日、小ラ台風に巻き込まれる、駆逐艦3隻、沈没7隻が中小破、航空機186機、死亡者約800人と大損害が発生した。 1945年1月25日、フィリピンから、ウルシー干渉に戻り、休暇のために本土に帰還。3月、ホワイトハウスに招待され、ルーズベルト大統領から、ゴールドスター勲章を受ける。ルーズベルトの行為で勲章を胸に留める役は、ハルゼーの妻であるファン・ハルゼーが言った。4月、パールハーバーに帰還。4月末、グアム島にいるニミッツを訪ねると、 30日後に、作戦途中で、スプルーアンスと交代せよとの命令を受ける。5月18日、オーバーホール中の、ニュージャージーに代わり姉妹艦ミズーリに、長期を掲げると、5月27日に指揮権を交代。この時、海軍の損害が、戦死者数百人、負傷者数千人、損傷船舶20隻前後に達し、この損害が、神風特攻によるものと知った。 司令部もマーク・ミッチャー中将などは、体重が4 5ラムになるまで消耗してり、上陸部隊司令官、サイモン・ビーバックナー陸軍中将を励ますと、同時に日本本土各地を爆撃した。6月5日、台風に遭遇。艦船36隻が損傷、航空機1 4に機創出た損害が発生した。これに対し、サモン委員会が設置され、海軍長官、 ジェームズ・フォレスタルは一時、ハルゼーの鋼鉄、退役を考えたが、キング・帝督から、ハルゼー鉄鉄は、日本軍を喜ばせるだけ、ハルゼー鉄鉄によって、軍部内の海軍の勝利は色あせて、対日戦勝の功績が陸軍とマッカーサーに、集中してしまうという死にがあったとする意もあると、意見があり、無罪となった。7月、サーバーナード・ローリングス中将を率いる。 イギリス海軍空母部隊29隻が援軍で到着したが、この目的が、マレー沖海戦の汚名返上と、日本港福立役者に名乗りを上げるという漁夫の利を狙う性的な思惑があったため、これを苦々しく思い、イギリス艦隊を艦船がほとんどいない大阪港に向かわせ、アメリカ艦隊を日本艦隊本拠地クレに向かわせたクレ軍港空襲。広島。 長崎へ原爆が投下された後、サンフランシスコのラジオニュースが日本は降伏したがっているという噂を報じたことを知り、エニウェトクシマ機構を取り消して日本へ引き返し、再度爆撃の準備に取り掛かったが、8月15日にニミッツから最高機密で最優先の電報で空襲作戦を中止せよとの命令を受領した。しかし、日本人を信用しておらず、 うろつき回るものはすべて調査し、撃墜せよ。ただし執念深くなく、いくらか、有効的な方法でという命令を出している。1945年8月15日、終戦。8月27日、相模湾病地に到着。夜、東京の捕虜収容所から脱走したイギリス士官2名を、ほぼ、彼らから、日本軍の捕虜虐待を聞き、 国際赤十字社代表のスイス人一種からそれのほとんどが事実であることが確認されると、病院船、ベネボレンス・タ・ホリョ収容部隊を派遣した。8月30日、ニミッツと共に横須賀港に上陸9月2日のミズーリ号での降伏文書調印式では、会場責任者として出席した。この時、日本側代表、重光葵が署名までもたついていたが、 これを見苦しい引き延ばしと思い、サインしろ、この野郎。サインしろ、と罵った。また、調印式の最中は、日本全県の顔のど真ん中を泥靴で蹴飛ばして、やりたい衝動を、かろうじて抑えていたという。式典終了後、米本土に開港される、水売りに代わり、戦艦、サウスダコタに、正機を移すと、9月8日に、マッカーサーから、 日本首都の正式占領式に招待受け参加。9月17日には、スプルーアンスが東京に到着、イギリス艦隊からパーティーの招待を受け、帰還、キング・ジョージ5世で深酒をした。9月20日に最後の艦隊式健康隊を済ませると、日本を立ち、10月25日にサンフランシスコに到着した。帰国すると、歓迎レセプションや祝賀会を、 サンフランシスコロサンゼルスインディアナポリスセイントルイス、ボストン及び生誕地エリザベスで受けた。一通りの歓迎を受けた後、日本を去る前に申請した退役願いが正式に受理され、11月22日にカリフォルニア州ロングビーチでハワード・カイキングマン少将に艦隊司令官の座を引き継ぎ退役した。しかしその一週間後、大統領ハリー・エストルーマンより四人目の 海軍元帥に任命される。1946年4月に上院により、元帥を身分上修正現役待遇とする法案が可決。5月13日にニミッツと共に、海軍法務総監の前で、高級的な海軍元帥の宣誓を行った。1946年夏、トルーマン大統領から南米親善旅行を要請され、ベネズエラ自由勲章。 ペルーはジャックーチョ君賞、ブラジル南十字星国家君賞、シリ君校大十字賞を叙君する。ハルゼーはサタデイイブニングポストに自伝を執筆している。その後、ペンシルベニア州のゴムタイヤ会社の名誉取締役員を務め、後にバージニア大学理事長になり、発展資金運営委員長として寄付金を集めた。ニューヨーク州の国際電信会社の子会社の社長に、 就任したが、実態は、広告等であった。1958年6月6日、空母、インディペンデンスの浸水式に出席。戦時中の上官、エンタープライズの保存委員会の委員長を務めていたが、1957年12月に軽い、脳卒中を患い、ドクターストップがかかり退任した。運動虚しく1958年8月に、 スクラップが決定されたが、アメリカ海軍はこの代わりに建造中の世界初の原子力空母 CVN-65 にエンタープライズの名をビグ E のニックネームと共に受け継ぐことを決定した。1959年8月16日、ロングアイランドのカントリークラブで心臓発作により死去。去年十六。息子をはる世は失踪な葬儀を考えていたが、 カーニー帝徳の震源で国葬となり、アーリントン国立墓地に埋葬された。リーヒ級ミサイル巡洋艦の8番艦と、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の47番艦は、彼にちなんで命名されている。ハルゼーは、ブル、お牛、猛牛の糸、あだ名されていた。交代で空母艦隊を指揮したレーモンドスプルーアンスと比較されることが多く、チェスターニミッ大将は、 スプルーアンスを将の中の章、ハルゼーを卒の中の章と表している。ハルゼーの更迭を何度か考えたアーネスト・キング大将は、ハルゼーを頭の悪いやつ、スプルーアンスを米海軍提督の中で最も頭がいいと表した。息子、ウィリアム・ハルゼー3世、通称ビル、ビルも海軍将校の道を目指したが、父親同様視力が劣っていたため、 アナポリスに入学することができず、プリンストン大学に進学した。後に彼は海軍予備士官となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。